こんにちは、斉藤直樹です。今回はイラストのための5つの超上達技お伝えしていっちゃいます。僕はシリーズ企画気まぐれ添削を通して皆さんに絵の上達ポイントをよりすぐってお届けしているんですが、一個一個の添削はね、どうしても複合的な技術がいろいろと詰め込まれています。もちろんね、それをそのまま複合的に取り入れられたら理想的なんですが、でもね、もっとコスパよく部分的に美味しいところだけ摂取したい、結局どこが大事なのっていう忙しい人も多いと思うんですよ。そんな時間のない皆さんのために、ここだけ押さえといてという超大事な上達ポイントを過去の気まぐれ添削の中からまとめてご紹介したいと思います。この動画を見ていただければ9割の人がやっちゃう失敗例を避けて、お、なんかこの人他の人と違うなってね、周りの人から頭一つ抜きんでた存在になっていただけるのではないかと思います。ぜひ最後までお付き合いください。特にね、最初のポイント、ここだけでも超大事です。だってね、これほとんどの人がこうなっちゃうことが多いっていうポイントです。注目してくださいね。それでは早速いってみましょう。目、鼻、口は思ったよりも小さく描く。まずね、1個目、これかなりこうなっちゃっている人多いです。顔の中身の目、鼻、口がですね、輪郭に対して大きすぎるパターンです。例えばこちらのイラストです。こちらのイラストは専門学校の生徒さんが描かれた作品で、いやもうね、陰影の描き込みとかもよく研究されてますし、手をギュッと握り合ったポージングとか、これ結構描くの難しいんですが、こういう難しいポーズにも果敢に挑戦していく姿勢とか、すごくね、いい作品です。なんですが、全体のデフォルメ感に対して目、鼻、口の比率、これがねちょっと大きすぎました。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、どういかがでしょう。まあ他にもね、服の色味とか様々な点変更しているんですが、今回は顔のパーツの大きさに着目してください。これとこれ、これとこれ、切り替えて表示すると分かりやすいと思いますね。顔のパーツの大きさを変更しただけなのに、あれめっちゃうまいじゃんっていう印象に変わるでしょう。まあ、ていうかこれね、むしろ絵を描かない人にとってはちょっと不思議な失敗に感じてしまうかもしれません。分かりきったことなのに、なんで絵を描く人ってこんな簡単な失敗しちゃうの。いや俺だったら絶対こんな失敗しないよって思ってる人、これね、動画を見ている人の中にもこう思っている人結構いるんじゃないかと思うんです。でもね、それ完全に間違ってますよ。あのですね、人間って見ているだけの時にはすごく客観的、冷静に物事を見つめることができるんですが、でもね、ひとたび自分で絵を実際に描いてみると、もうびっくりするぐらいそれまでの客観性が失われてしまって、ものすごく主観的にしか物事を捉えられなくなってしまうんです。これ例えるなら、迷路で迷っている人と、その迷っている人を上空から眺めている鳥人間を想像すると分かりやすいです。上からね、見ている鳥人間は迷路で迷っている人を見てバカにします。バーカ、そっちはゴールじゃねえよ、全然真逆に進んでるじゃねえかって。当然ですよね。だって鳥人間は上から見ているので、どっちにゴールがあってどっちに進めばいいのか丸分かりなわけです。これが客観的な状態ですね。じゃあその鳥人間の羽を意地悪してぶった切ってしまいましょう。いきますよ、バサー、ズドーン、いてててててて、いきなりなんだよ、落っこちちゃったじゃねえか、あれ、飛べないっていうか、ここさっきの迷路じゃねえか。でも大丈夫、俺はさっき上から見てたから、どっちがゴールか知ってるよーん。確かこっちに、こっちに、あれ、こっちに行って、あれあれ、どっちに行っても同じような壁ばっかりだし、もうどっちに行けばいいのか、全然わからなくなっちまったよ。はい、これが主観的な状態です。自分で絵を描くことっていうのは、つまりね、こういうことなんです。鳥人間が羽を失って迷路に迷い込んでしまった状態、この状態ではですね、9割の人が客観性を失ってしまって同じ間違いをしてしまうんです。これじゃあなんで同じような間違いを繰り返してしまうのかっていうと、こういう図があります。はい、結構気持ち悪い図ですよね。これ何かっていうと、僕らが主観的に人の顔を捉えるとき、どこをどのぐらい見ているかの割合をパーツの大きさに変
変換して反映するとこのくらいの大きさになるよっていう図です。まあ、ちょっとね元の画像を探せなかったのでこれはね僕が書きました。なのでそこまで正確な図ではないんですが、まあ、要するにこういうことです。僕らは普段人の顔をこういうね印象の大きさで捉えてしまっているので、絵を主観的に描こうとするとその印象の大きさのまま丸々絵に反映させてしまって、客観的に見るとおいおいその比率はおかしいだろうっていう比率に仕上がってしまいがちだということなんですね。ここね結構大事なのでさらにもう一例挙げさせていただきます。はい、こちらの絵もね本当に繊細なカラーリングで素敵な色合いのイラストなんですが、顔のパーツがやはり輪郭に対して大きすぎる印象でした。なのではい、どん。こんな風に添削させていただきました。この絵に関しては、ほぼ比率しかいじっていないと言っても過言ではないのではないでしょうか。目、鼻、口を縮めて、顔の前面に収まるように配置し直しただけなんですが、これと、これ。これと、これ。はい。切り替えてみるとね、違和感がスッと消えて一気にうまく感じられたと思います。これが顔のパーツの大きさを見直す威力です。すごすぎでしょ。もしねなんか顔がうまくいかないなと思ったら、結構高確率で顔のパーツの比率が大きすぎることに原因があるかもしれません。ぜひ一度見直してみてくださいね。影だからといって彩度を低くしすぎない。さあ次に行きましょう。次は色についての上達ポイントです。それはですね、影だからといって彩度を低くしすぎないことです。こちらのイラストをご覧ください。はい、めっちゃいい絵ですよね。女性キャラクターのねクールに睨みを効かせた表情がとても好きなイラストです。こんな目線で睨まれたいですよね。はい、失礼しました。なんだっけ。あ、そう。このイラストですね、すごくいいんですが、ちょっと残念なのが色です。特にキャラクターの色が黒で潰れちゃっている感じがして見づらくなってしまっているのと同時に、顔の前面も、これ逆光にしたかったんだと思うんですが、結構暗めでくすんだグレー寄りの肌色を使っちゃっているので、周りの色との兼ね合いでコントラスト差がつきすぎてしまって、作者さんが思ったような効果を上げられていないんじゃないかと思いました。なので僕はこんな感じに添削させていただきました。はい、これもですね、いろいろな部分を添削してはいるんですが、今は肌の色の変化について着目してみてください。どうでしょう、添削後は結構彩度の高い肌色に変更していますが、このぐらい明るくても顔の前面が逆光で影になっているっていうのは伝わりますよね。まあ、絵を勉強しているとね、影になる部分の彩度は低くなるってね、そういう頭が働くので、どうしてもくすんだ色味を使いたくなっちゃう気持ちはわかるんですが、肌色に関してはくすんだ色を使うとどうしても気持ち悪さみたいな感覚につながってしまう場合が多いです。まあ、もちろんね、くすんだ色を使っても周りの色に気を使えばその限りではないんですよ。くすんだ肌色をあえて使ってそれでもバランスを取れるやり方はあるんです。まあ、ですがそれよりももう簡単にね、肌色を鮮やかにしちゃった方が簡単だということです。はい、もう一例見ていきましょう。こちら、はい、こちらのイラストも描かれているキャラクターがすごく可愛くて綺麗なイラストなんですが、色がですね少し寂しいような気がしてこのように添削させていただきました。はい、こちらのイラストの場合はですね、ちょっと現実にはありえないんですが、髪の毛も氷のような水のような質感を持たせてより透明感を表現してもいいんじゃないかっていうことで、少し面白い表現の仕方を合わせてご紹介したパターンでした。そして少し肌色がくすんでいるように見えたので、そこも彩度を高めて明るく持ち上げてみました。この絵の場合も背景が白なので肌が結構明るくても白いバックライトに照らされてね、顔の前面が逆光になっているようには見えると思います。はい、でね、さっきも軽くお伝えしましたが、一応補足的に付け加えると、肌色だからって絶対に鮮やかにしなきゃいけないわけではありません。例えばさっき紹介したこのイラストはですね、肌色がめちゃめちゃ彩度低いんですが、そこに違和感は全然感じませんでした。色ってその色自体がくすんでいる、くすんでいないっていうよりも、隣り合った色同士の響き合いによって印象が決まるので、くすんだ肌色を使いたいなら周りの色味を調整して肌色が必要以上にくすんだ印象にならないように操作しなければいけないっていうことなんです。ただね、これは結構難しいです。彩度が低い色を使いたいときは局所的に彩度を低めるのではなくて、そういうくすんだ色を使ってもそういう色が際立つような周りの色ってどういう色なんだろうってね、むしろその周りの色を観察してみてください。それがくすんだ色をうまく使うためのヒントになると思いますよ。前後感を
大げさにつける。さあ、三つ目の上達ポイントです。それは、前後感を大げさにつけようってことです。これね、割とよく言われることなので、結構みんな知識としては知っていることだと思います。ですが、意外と実際にやろうとすると、思い切ってできなかったりするんですよ。例えば、このイラスト。はい。呪術廻戦の五条先生のイラストです。五条先生、かっこいいですよね。目線もバッチリ画面を捉えられていますし、ポージングも決まっています。ですが、まだちょっと思い切れてない。これね、多分ですけど、作者さん的に前後感出したつもりだと思うんですよね。手を前に出して大きめに描いていて、顔と手の距離を離して迫力を出せたって感じている気がするんです。ただね、これはちょっと不十分なんですね。もっと思い切ってやっちゃって OK。前後感っていうのはですね、このぐらいつけちゃっていいんです。はい、どうでしょう？手、めちゃめちゃでかいでしょ。ぐーっと前の方に思い切って突き出して、画面に迫ってくる勢い。あ、ごめんなさい。ちょっとね、勝手にギャルピースにしちゃったんですが、まあ、そこはさておいてね。いや、要するに、こういうことなんです。自分にとっては、やったつもりでも、そこまで効果が出ていないことって、たくさんあります。やるならもう、誰が見てもそう見えるように、思い切って、大げさにやっちゃう。これ、どんな場合においても、重要な考え方だと思います。はい、もう一つの例をお見せしましょう。こっちもね、わかりやすい例だと思います。はい、この二人の男の子のイラストですね。手を取り合って、砂場を歩く、仲良しな兄弟。はい。微笑ましいイラストですね。ただこのイラストも前後感があまりついていないせいで、手前の男の子の元気な感じをうまく表現しきれていない部分がありました。なので僕はこんな風に添削させていただきました。はい、どうでしょう。これもさっきの五条先生の時とやったこととしては同じです。手前の男の子を大きくして、奥の男の子を逆に小さくしました。簡単に言えばもうそれだけです。それだけなんですが、効果絶大でしょ。手前の男の子を大きくして、前にグッと引っ張り出してきたことで、ほらほら、あっちに行こうよってね、ぐいぐいお兄さんを引っ張って、前に前に進んでいく。そんな弟くんの元気な感じが、より一層引き出せた感じがしますよね。前後感ってね、意外と出したつもりで、実は出せていないケース、たくさんあります。それはほとんどの場合、思ったよりもこじんまに収まってしまっているから。なので、もっともっと大げさに、自分が思うよりも大げさにやってみてください。え、こんなにやっちゃっていいの？って思うくらい大げさにやることで、人から見たらね、やっと、あ、前後感あっていいねって気づくレベルです。ぜひね、このポイント覚えておいてください。各モチーフで伝わる情報をコントロールする。さてさて、4つ目の上達ポイントお伝えしていきます。それは各モチーフによって伝わる情報をコントロールしようってことです。はい、こちらの絵を見てください。かっこいい男の子のイラストですね。ちょっとね、肌やお腹が露出していて、少しセクシーな感じもありつつ、手には輪っか、そして後ろにはピストルと番号札のシルエットが浮かんでいます。はい、男の子めっちゃ魅力的に描かれていますね。おー、いい、この子好みとかね、ちょっと興奮した皆さんもいるかもしれませんが、待って、一旦冷静になってみてください。そもそもこのイラスト、何を描いたイラストなのかってこの時点で読み取れましたか？どうでしょう。僕はね、パッと見ですが、シーフみたいな感じでね、手に持ったチャクラムとか、あとは後ろのピストルとかね、あとはカードみたいなものを武器にして戦う男の子の絵なのかなっていうふうに思ってしまいました。まあ多分ね、ピストルの印象が強かったので、そこで戦うキャラクターなんだっていう印象が僕の中でより強まったんだと思います。でもね、これ実はご本人のコメントを見ると文化祭のイラストらしいんです。はい、これを聞くと、まあ、一気に納得できますよね。あ、手に持っているのはチャクラムじゃなくて輪投げで、ピストルは射撃用のおもちゃのピストル、そして番号が振ってあるカードはくじ引きってことなんです。このように言葉を聞けば、あ、なるほどって一気に理解が進むイラストなんですが、場合によってはですね、それだと人に伝わらないことが多いです。なので僕は一発で文化祭だと伝わるようにこのように添削させていただきました。はい、ドン。はい、文化祭ってそもそも書いちゃってるじゃんとかね、そういうのももちろんあります。あっと、ごめんなさい、これめっちゃ恥ずかしいんですけど、サンデーの綴り間違っちゃってますね。はい、ごめんなさい。それはね、まあさておいて、文化祭と言ったらこれでしょというアイコンが、まあ輪投げとピストルっていうことはないと思うんですよ。特にね、ピストルを強調してしまうと射撃屋さんっていうよりかは
戦いという方を連想してしまう人は少なくないと思うんです。なので僕は文化祭といったらこれというモチーフをもっと前面に押し出してみました。手に持っているたこ焼きとかね、あとはバンドで使うギターもそうです。輪投げはねそのまま残しましたが、輪投げってもっと伝わりやすいようにカラフルな重りも書き加えて、これ輪投げだよって分かりやすくしたり、あとはポスターや店の看板を書いているんだよってことで絵筆をね加えさせてみたり、文化祭委員としてめっちゃ楽しんでいる人にしちゃったわけです。こうすると嫌がおうでも伝わるでしょ。まあこのイラストはね、もしかしたらね学校内に貼るポスターで、文化祭っていうのは前提にありつつ、その中でこのクラスは射的と輪投げやりますよみたいなね、そういう前提条件があってのイラストだったのかもしれません。ですが僕は結構ですね、この前提条件に甘んじてイラストを描くのって、もしもっとイラストを上達させたいならちょっと危うい考え方だなっていうふうに思います。だってそれって前提条件にそもそも甘えてしまって、身内ネタに走りがちな人になりかねないからです。これ絵に限らないのかもしれませんが、表現っていうのは全く前提を知らない他人が見てもパッと内容がわかるような工夫をした方がたくさんの人に伝わります。夢中になっている時ほどね盲目になりやすいので、盛り上がっている時こそ一旦立ち止まって、全く知らない人が見てこの絵を分かってくれるかなってね考えてみてください。きっとあなたの絵がよりたくさんの人に楽しんでもらえるようになると思いますよ。エフェクトはある程度太く描く。はい、最後5つ目のポイント、これはねもう簡単なことです。エフェクトはある程度太く描きましょうってことですね。はい、こちらのイラストを見てください。はい、広がるスカイプリキュアのイラストです。主人公のキュアスカイ、空晴れ渡るちゃん、めちゃくちゃ可愛かったですよね。プリキュアのカラフルな世界観、そしてキャラクターの元気で弾ける感じ、どちらもよく表現されているイラストだと思います。ですが1点めちゃくちゃ損しているポイントがあります。それがエフェクト。キャラクターはいいとして、背景の青空から放射状に伸びているこれ多分太陽光を表現しているエフェクトだと思うんですが、かなり細くうっすらと描かれているんですね。これがもったいない。はい、ということで僕はこのように添削させていただきました。えい、いやもうね、キャラクターを一生懸命描いて、そのキャラを何か余計なものを上に乗せて隠したくないっていう気持ちは痛いほどわかります。ですがそこはもう気にしないでください。エフェクトを描くならキャラの上に乗っかっちゃってもいいんです。むしろ思い切ってキャラの上にも太いエフェクト乗せてしまった方が、ほらどうでしょう、見比べてみるとわかると思いますが、逆にキャラクターが際立った感じしますでしょう。これもねさっきの前後感を大げさにつけましょうと同じようなことが根底にあります。人ってですねそんなに繊細に絵を見てくれません。パッと見た印象でほぼ決まってしまうんです。なのでパッと見た瞬間に視認できないような細い線ってね、もうあってもなくても同じようなものだったりするんですね。いやごめんなさい、それはちょっと言い過ぎで、中にはね寄って初めてわかるタッチに心をつかまれたっていう、そういうこともあり得るとは思うんですが、それは第一印象としてパッと見て、あこの絵いいってね目を引きつけられた上での話です。まずは見た瞬間に見た人のテンションを上げること。その意味ではエフェクトは細かく細く描くよりも、キャラを邪魔しない範囲でですが、ぶっとく大げさに描いちゃってください。その方がね、あ、この絵いいじゃんってね、人の心を一瞬でわしづかみにできる効果をエフェクトによって上乗せすることができると思います。以上、絵の上達ポイント5つお伝えしてきました。いかがだったでしょうか。また今回は技術的な上達法についてお伝えしましたが、絵を描くときってその他のモチベーションだったり、あとは考え方も大事だったりするじゃないですか。なので僕は絵に関するそういったお悩みについても定期的にお答えしています。例えばね、お悩みとしてすっごく多いのが SNS の伸ばし方について。もうやってもやっても SNS のフォロワー伸びません、頑張ってもいいねつかないんですっていうお悩み非常に多いんですが、それってこれを意識できていないんじゃないっていうポイントをお伝えした動画、知らないの？ Twitter を伸ばすイラストの 3H 戦略がおすすめです。今はね Twitter じゃなくて X ですけどね、そのまま丸々使えるテクニックだと思います。この考え方を自分の SNS に当てはめるだけで、基本的にはフォロワーも増えるし、いいねも増えちゃう、そんな考え方になっております。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。